静岡鉄道静、鉄ジャストライン西久保営業所静、鉄ジャストライン西久保営業所とは、静岡市清水区にある、静鉄ジャストラインの営業所の一つである。ペットマークは、清水エスパルスマスコットキャラクターのパールちゃん。静鉄ジャストライン西久保営業所ただし、沼車庫、西久保営業所ただし、沼車庫静岡市清水区内の一般路線バスを運行している。 このほか、清水駅、新清水を発着する高速乗り合いバス、静岡市自主運行バスの運行も受託している。西久保営業所のほかに、車両を配置拠点として、区内東南部の折戸、区内北東部の、ただし沼にも、車庫を有し、ただし、沼車庫では一部の窓口業務も取り扱う。2017年3月26日に所在地が、清水区辻一丁目から、 現在地に移転したが、営業署名称は、旧所在地の西久保をそのまま使用している。山手線と美保線を統合し、一旦は、旧清水市を縦断するルートでの運行となったが、2014年4月1日のダイヤ改正により、平日の日中及び、土休日はただし、沼車湖清水駅前、清水駅前美保方面で再度運行が分割されるようになった。 山手線9、美保線清水駅から新清水入江岡駅前、大坪に彫目、明音寺静岡市立清水病院東京清水線、静岡大阪線静、鉄ジャストライン、大阪京都ライナー号日のセレガ1 d 西久保653号車、静岡市自主運行バス両が内線に、専属使用されていた、日の、 リエッセ自主運行バス以下は2017年3月26日のダイヤ改正に伴う系統再編によって運行を終了した路線である。2017年3月25日まではパンダを使用していた。西久保営業所移転のお知らせ。静鉄ジャストライン。2017年3月20日閲覧。清水厚生病院線経路変更等のお知らせ。 シ鉄ジャストライン。2017年3月18日閲覧。北海道線経路変更のお知らせ。シ鉄ジャストライン。2017年3月18日閲覧。ヤンバル梅影寺線。製鉄車庫行き運行開始のお知らせ。シ鉄ジャストライン。2017年3月18日閲覧。梅型に八ヶ谷線路線再編のお知らせ。 静鉄ジャストライン2017年3月18日閲覧静岡新宿線東京清水線の運賃改定について静鉄ジャストライン2019年6月22日閲覧緊急事態宣言発令に伴う対象都府県への高速バス路線の運休について静鉄ジャストライン2020年4月25日閲覧 地元 NPO に、路線バス運行委託静岡市方針、清水区の両賀内線静岡新聞2017年8月30日2018年4月5日、閲覧両賀内線自主運行バスについて、静岡市 HP2018 年4月1日2018年4月10日閲覧、平成29年3月26日清水、地区バス路線リニューアル。 しずてつジャストライン2017年3月8日閲覧船越堤つつ公園線運行終了のお知らせしずてつジャストライン2017年3月18日閲覧ありがとうございます